はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら、コーヒーの数ある抽出器具の中でも特に多分僕が一番、手間と時間トータルでかからない一番簡単な、ものなんじゃないかなっていうドリッパーをご紹介したいと思います。はい、こちらハリオから出ています、紳士式ドリッパースイッチと言います。まあ、まず最初に前置きしておくと、僕が一番こう手軽だと思っているドリップって、コーヒー抽出って、ペーパードリップなんですよ。一番基礎となる、ドリップですね。透過式と呼ばれる、よく見るあのドリップポットをね、持ってくるくる回してドームを作ってこう入れるってやつですよ。ただあれの場合って、つきっきりでコーヒーを見ている必要があるし、例えば、忙しい朝とか時間がない時とか、どうしてもこう離れなきゃいけない時とかってちょっとやりづらいんですよね。なのでそういう場合って、こういうねフレンチプレスっていう、ここに、引いた粉を入れてお湯を注いで、で蓋をして4分待って押すみたいな、すごく簡単な抽出器具がすごく人気なんですよ。多分コーヒーを用意するこう工程の中で入れるってことに特化すると本当にこれが一番簡単だと思います。本当に粉入れてお湯入れて押すだけだから。だけどこれの落とし穴っていうのが、片付けが非常にめんどくさいんですよ。これ入れ終わってカップに注いで飲み切るまではいいですよね。だけどこれをね外してね、このパーツパーツに分解してね、これ分かれるんですよ。これを一つ一つね、こう細かいコーヒーの粉がついたのを洗ったりで、スポンジ、あのメラミンスポンジとかだとこう絡んだりもするし、手洗いの方が良かったりとか、でこっちだけじゃなく、もちろんこれもね洗わなきゃいけないし、これを乾かしておく場所とかもね、意外にこうめんどくさくて取れなかったりするのよ。コーヒーを入れるのが簡単な、コーヒー器具ではあるけれど、手軽なコーヒー器具ではないんですよ。これがね落とし穴で、フレンチプレスやってコーヒーちょっとめんどくさくなっちゃったって人が結構多いんですよね。だから個人的には、トータルで考えると、入れてその後の片付けはペーパーごと粉を落としてゴミ箱にでも入れてささっとすすぐだけで済む、このペーパードリップっていうのは、個人的には一番簡単手軽なんじゃないかなと思ってるんですね。ただここで現れるダークホースがこいつですよ。このスイッチ、とりあえず開けてみましょうか。よいしょ。おいおー結構でかいね、そして美しい、ガラス製品のハリオさんならではですね。で一応付属品としてペーパーも入ってました。これは後で出しましょう。でですね、これよく見てください。この形、さっき見せたこのドリッパーとそっくりじゃないですか。形としては本当にほぼほぼ一緒で、違うのは大きさぐらいだけど、実はね、明確な違いがあるんですよ。さっき言った通り、これは透過式、自分でドリップポットを持ってくるくる回して面倒を見てこう落としていく。でこっちのスイッチは実はね、どっちかというとこれに近いんですよ。紳士式、つまり、つけておく、しばらくこう放置しておくっていうタイプですね。要はね、ここ見えますか、奥の方になんか玉見えません？よっと、はい、OK。 こんな感じでね、金属の玉が入ってます。これがドリップして落ちていくコーヒーを一回せき止めてくれるんですね。つまり栓がされているわけです。落ちていくんではなく溜めておくタイプなので、このスイッチはこのフレンチプレスと同じように、入れるときは粉を入れてお湯を注い で数分放置するだけ。あとはもうサーバーとか、直接カップの上でもいいですよ。こうやって乗せてスイッチを押すだけ。これだけでもコーヒーが抽出できてしまうわけです。もう言ったらドリップポットもいらないですね。本当にやかんとかでも普通にいいです。で洗うのもフレンチプレスと比べて格段に簡単なはずだし、後でやろうと思うんですけど、本当に手軽にペーパードリップと同じようにペーパーフィルターをセットして、フレンチプレスのように粉とお湯を入れて、抽出して、片付けはペーパードリップと同じように簡単に捨てるだけ。これ本当にめっちゃいいね、ハイブリッドだと思うんですよ。同じ、抽出理論とかシステムでいうと、あのクレバードリッパーも全く同じなんですけど、これはね本当にあのいいデザインで使いたくなる。正直かなりね、あの物欲を刺激されて買ってしまいましたただデメリット先に言っておくと、要はドリップしてるように見えるけどドリップしてないから、要はペーパードリップのようにこうコーヒーを入れるのを本当に楽しみたいとか、そういう場合ちょっと向かないかもしれないですね。本当に時間がなくてコーヒーを入れる時間をなるべく短縮したいとか、それでもちゃんと美味しいコーヒー飲みたい、ドリップをしたいとか、そういう道具をね求めてる方にすごくいいんじゃないかなと思います。あと例えば普段ペーパードリップをしている人でもこう同じ感覚でできるから、ただ単に時間だけ短縮できるから、よくあの違和感なく使えて、そういういろんな場合の選択肢としてすごくいいかなと思います。あまりね喋っててもあれなんで、とりあえずじゃあやってみますか。
ず豆を測りましょう。まあ、量はもちろん好みとか焙煎度によって変わったりするんですけど、とりあえず今日は 18g でいきましょうかね。でコーヒーって本当にここが一番大事なんですけど、まず、どんだけコーヒーの抽出器具とか抽出方法が手軽でも、豆はしっかりね新しいものを用意して引き立てを、入れましょう。で今回のように特に手軽さを重視する場合だと、多分まあ手引きミルでねゴリゴリやってる暇があったらあのドリップするよって話だと思うんで、多少値は張りますが、大型のこういった本当に放置しておくだけの電動ミルを買うか、こちらのようなちょっと持っておく必要はあるけれども、まあ、電動にもできる手引きミルタイプもまあいいかなと思います。新鮮な豆を買う、そしてミルで引く、引き立てを使うって、この2点が本当にコーヒーにとって大事な要素です。それ以外はね正直まあ何でもいいんですよ言ってしまえば。出来上がりが美味しいコーヒーってもうほとんど豆が占める割が8割くらいなんですよ。あとのまあ2割くらいをこう技術だったりだとか自分の好みをしてそれにどう寄せていくかっていう、まあ、先の話になってくるんで、とりあえず豆さえ整っていれば、まあ、何でもいいってこう軽く考えていいと思います。でその中でも特にこう簡単に、自分のコーヒーの味を安定化させたり自分の好みに寄せやすいっていう手段が、要はさっきやったようなこの豆を測るっていう行為ですね。あとはお湯の温度を測ること、そして、コーヒーの抽出量もしくは、抽糖量、お湯を注いだ量、どっちかを測ること。この測るっていう要素を、ね、挟み込むだけで、8割が9割になります一気にそこまで美味しくなります。だから正直ね、ここまで用意したらもう勝ちだと思っていいですもう美味しいコーヒーを約束されてるんで。というかちょっと喋りすぎましたねごめんなさいじゃあ入れていきましょう。このミルでの火加減によって味の出方が早くなったり遅くなったりするんで、まあ適切なところ、中挽きとか中粗挽きとかそのぐらいにセットします。たまりません。仕立てだからね、やっぱこんだけねいい香りがするんや。さあそれではいよいよ抽出に移ります。ドリップスケールを準備して、サーバーを載せます。これまあドリップスケールじゃなくてもキッチンスケールで全然大丈夫です。これはこのスイッチに注いだお湯の量を測るためですね。さっきの付属の大きいサイズのペーパーを折って、開いて、はい、ここにお湯を注いでいきます。おすすめとしては87度から90度くらいのまあ範囲のお湯を使えば、まあ、そこまでこう弱すぎず強すぎず、まあ、いい感じの味わいになるかなと思います。はい、じゃあ注いでいきますよ。とりあえず今回はいっぺんに行こうと思ってます。分けて注いだりとか、あとはちょっと混ぜたりだとか、ドリップもフレンチプレスも特に決まったやり方ってないんで、もう自由にやっていいと思います。とりあえずこの美味しいコーヒーの粉と、お湯を反応させてあげましょう。これは別にドリップケトルじゃなくても普通にただの、ティファールとかのケトルでも大丈夫です。まあ、あんまり外側に行きすぎないようにくらいがいいかな。あ、でもこれは大丈夫かな。普通のドリッパーと違うからね。まあ、なるべくまんべんなくお湯が行くように。まあ、よく言うのの字を描いた方がこうやりやすいかもしれないですね。よし、OK。これで、まあ、3分半から4分くらいかな、待ちます。まあ、最初はねかなりモコ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 来てたと思うんですけど、こうやってひたひたなってくるとドームってこうひたひたになるからこう膨らむ余地がなくなるんで、いっぱいのお湯の中にね粉がこう浮遊している感じになるんで、ちょっとドームとは違ってきます。これまあ普通のペーパードリップでも一緒ですね。結局お湯が増えてくればドームはなくなってくる。だから必ずしもドームイコール美味しいコーヒーって考えない方が多分いいと思います。あくまで目安としてね。でも本当にこれだけです今回はなんかこうおしゃれなドリップ技術とかなんかねないんですよ。本当に粉にお湯を注ぐだけで、で放置するだけで簡単にコーヒーが準備できると。
まあ、登校前とか出勤前とかね、本当に朝の忙しい時間帯、もう本当時間ないよ、こんなやってらんないって時にこういうのがあるだけでもね、選択肢として、まあ、選べるんでいいですよね。で帰ってきたら、まあ、夜ね晩ご飯食べたらこうゆっくりドリップしてもいいし、あめっちゃいい香り。まあ、こう上が空いてるからね、多分キッチンに置いとくだけでもすごいいい香りが、あ、コーヒー入れてるなって香りがねして、すごいいいと思います。よし、じゃあそろそろ3分半経ちますね。まあそういう時間もあるんで、まあそれも考慮してそろそろいいかな。よし、じゃあ、このスイッチですね、この部分押します。こうすると玉が上がってよ、おおあ、一回押したら大丈夫ですね。おおすげえな、落ち方は結構早いですね。やっぱりハリオの V60 を元にしてるからかな。おお、いい感じいい感じ。なんかこれはこれでなんかすり鉢っぽくなってますよね。おお、ええやんええやんええやん。でもこれは落とし切るのも落とし切らないのもまあ自由ですね。ペーパードリップのメソッドで考えるなら、まあ落とし切らない方がメジャーかもしれんけど、まあ、もしその場合はこうやってね上げれば止まるし。でもフレンチプレスってそうでもないからね。とりあえず落とし切ってみましょうか。よし、OK。じゃあ線をして、見えますでしょうか。こんな感じになりました。もう本当にね、これだけなんですよ。こうやって回収して、まあ、流しにでもね、置いといて。はい、蓋をして、コーヒーができましたと。まあサーバーじゃなくても、本当にでっかいマグカップとかでもいいと思いますし、もしくはこんなに今正直いらないんだよねって場合は、まあ、粉とお湯の量を減らせばいいだけなんでね。実は前に僕、ペーパードリッパーに関しては、大は小を兼ねない。なるべくサイズがあったものを選んだ方が、こう、ドリップポット、お湯をこう、近づけやすいからってことで、そういう動画出したんですけど、これに関してはね、全く問題ないんです。シンプルに、この後ね、お湯を合わせられればいいだけなんで、まあ、一人分から二人分まで、こうやってね、入れることができます。今、抽出量的には230から40くらいですね。カップ2杯分と考えれば、まあ、ちょうどいいかな。はい、それでは、行かせていただきます。ちょっと入れすぎだな。よし、できました。どうすか、美味しそうじゃないですか。はい、というわけで、めちゃめちゃ簡単にコーヒーが入れ終わりました。まあドリップというかなんというかね、不思議な感覚でしたけど、まあ正直ね、この後飲んだ後の片付けフレンチプレスと違って、簡単に片付けられるんだろうなっていう、こうホッとできるこの心があるから、なんかね落ち着いてコーヒーも飲める気がする。とりあえずじゃあ、いただきたいと思います。あ、いい香り、いただきます。うまっうまっ。あ、濃さちょうどよかったな。 18g で今250およそいなんですけど、うまい、まろやか、マイルド。別に全然濃くなりすぎたとか粗くなりすぎたとか、うん、そういうこともなく、うん、うん、全く問題なく抽出ができてます。うまい。うん、うめえ、朝飲みてえ。忙しい朝とかでもね、ほんとね、一杯のコーヒーがあるだけでもさ、やっぱりこれがあるだけでも全然気持ちって変わってくるから。僕もね、学生の頃一番忙しい朝バイトとかしてた時でも必ずねコーヒーを入れてたんですよ。そういう時にこういうのあるといいね。お弁当を作りながらとかさ、こう無理やりドリップしてたんですよ。卵焼きながらこうやってさ。危ねえよって話なんだけど、いや正直もう本当にこういうのあるとありがたいですね。もう少し早く知りたかった。まあ出たの本当に割と最近なんでね、実は結構いろんなコーヒー屋で見たりもするんですけど、あ、そうだ、ね、前に紹介したこれ覚えてますかね、この紅茶用のラルゴっていうティードリッパーなんですけど、これもね実はねほぼ同じような仕組みなんですよ。ペーパーフィルターじゃなくて金属フィルターを使っているんで、正直こっちはちょっと片付けが面倒なんだけど、こうやってスイッチを押して玉が上がるっていうのは本当に同じなんで、だからこそね、これに信頼を置けたんですよ。このラルゴがすごく良かったから、あ、まあ同じシステムということで、で、それをコーヒーに置き換えたら、あ、もう最高じゃんということで、買ってみました。
いや、よかった。美味しいコーヒーが入りました。全く問題なく。で、こう注いでる感覚もやっぱりペーパードリップ普段やってるやつにもうそっくりだったし、あとは何でしょうね、もし今後しっかりこっち側のペーパードリップとかネルドリップとかに手を出したいっていう場合も、ちょっとこれが予行演習になるかな。まあ、これで別にね、今みたいに こだわって注いでもいいわけだから、狙ったところにお湯を注ぐ練習もできるし、それはこのハリオさんも狙ってるんじゃないかな、正直。戦略として。これを出して、いいなっていうコーヒーにハマった人が、もうちょっとやってみたいな。でもこれじゃドリップ普通にできないのか。じゃあこっちでやってみようみたいな。あるかもしれないですね。あ、でもあれか。もしかしたらこれ玉外せば、ちょっとサイズ的には大きいけど、一応まあドリッパーとして使えないこともないのか。まあそうすれば大人数用のドリッパーとしては機能するだろうし。要は、こっちの普通のペーパードリッパーって透過式っていって、こう絶えずこう下からねお湯が落ちていくわけですよ、コーヒーが。だからこそ1人から2人用といっても、これと同じ容量でも、コンパクトに済むんですね。お湯注いでも常に落ちてくれるから、これの容量はそこまで必要ないと。だけどこれは逆に、下にね落ちてくれないんで、同じ1人から2人用でもこうずっとこう溜めておく必要があるから、こう容量がいるんですね。でもさっきの玉さえ取ってしまえばね、線抜いてしまえば落ちてくわけだから、普通の3人用から4人用のドリッパーとしても使えそう。いろいろ考えると本当にグッドデザインですね。まあ、他の紳士式ドリッパーと比べても頭一つ飛び抜けてるかなと思いますね。汎用性がある。で、ガラス製でクリアタイプだから、コーヒーがどんだけ染みているかとか、どういう風に落ちていくとか、そういうのを見る楽しさもあるし、全体通してすごくいい商品だなと思いました。まあ、ただ、一つ、これに限らず浸水式のペーパーフィルターを使う、ドリッパーに全てに言えることなんだけど、まあ、フレンチプレスさっき引き合いに出しましたけど、あると1個違う点が、金属フィルターを使っているので、フレンチプレスの方がコク深い重たいコーヒーが入れられるってことです。どうしてもペーパーフィルターを使うと、万人受けするというか、あっさりとしたクリアな飲みやすいコーヒーが、まあ、仕上がる傾向にあるんで、むしろこう濃いのが好きだっていう方はああいうのとか、もしくは金属フィルター製のドリッパーとか、そういったものを、まあ、使った方がいいかもしれないですね。ただまあとは言ってもね、ペーパードリップでももちろんこうやって深煎りの豆を使って、少し高めの温度であれば、濃く重く、あとは豆の量を増やしたりとかして、調整することができるし、まあ、まずはそこまで難しく考えなくてもいいかなとは思います。ぜひぜひこちら、ハリオのスイッチ、使ってみてください。コーヒートータルの手軽さを求めている人で、続けたい人におすすめだと思います。まあでも正直ね、本当のこと言ってしまうと、まあ一番は僕はドリップはしてほしいんですよ。ペーパードリップで楽しいよって普段ね言ってるタイプの人ですから。だけどコーヒーって楽しみ方ってそれだけじゃないし、いろんな楽しみ方があっていいと思うし、まあうちのね状況とか仕事とかさ、時間費用の問題あるだろうし、あとはシンプルに、ライトに楽しみたいとかディープにとか、いろんな、方法があると思うんで、そこに合わせるこういうスタイルをいろいろ知っておく、でまた発信するってのいいかなと思って、今回紹介しました。まあ、どんだけね自分がコーヒー、まあ、ドリップが好きだからって、全ての人がそうじゃないからさ。僕だってコーヒーに関してここはちょっと手軽に済ませたいなって思うところはあるし、まあ、本当人それぞれだと思うんで、その辺は自由に考えていいのかなと思います。はい、というわけで、じゃあ一旦これ片付けますか。まあ今回に関しては特にここ重要ですからね。はい、じゃあ一旦ここに置いて、キッチンでコーヒーを入れ終わって流しに置いたっていう状態です。で、ここから片付けるためには、これペーパーね、粉外してゴミ箱に捨てて、あともうこれ流すだけですよ。よし、OK。もうこんなもんでね、いいと思います。もちろんもっとがっつりしっかり洗いたいっていう場合は、洗剤とかね、スポンジ使って、しっかり洗ってもいいと思うんですけど、まあ基本的にはこれでいいかなと僕は思ってます。僕だったら2、3日はこれでやって、まあ3日に1回とか、まあそのくらいのペースで、洗剤で洗ったりとか、ペーパードリッパーとかでもそうなんだけど、基本的にまあ粉が付着してるとかそういうんでない場合は、すすぎ洗いだけでね、十分汚れて取れるんで、金属フィルターみたいにこうギトギト汚れってわけでもないしね。だけど若干の色素沈着とかそういったもの、あと積み重ねみたいなものは少しずつでもあるから、まあそれを3日に1度でも、まあ1週間に1度でもたまに取ってあげるくらいがいいかなと個人的にはそう思ってます。絶対に洗剤を使わなければ衛生的にまずいとかそういうこともないと思うんです。僕もともと調理師やってたんですけど、調理器具によっては毎回洗わずにこう油でコーティングしておくものとかもあったりするし、
同じコーヒー器具で言ったら例えばマキネッタとかはもう本当洗剤 NG だしね、むしろそのコーヒーの跡がこう積み重なっていくのが大事っていう器具もあるくらいなんで、常にこう見た目まで完璧に綺麗にしておきたい、ツルツルにしておきたいっていう場合は、まあ、あの毎回スポンジで洗ってもいいと思います。ただね、これ一つだけ注意点なんだけど、この玉1個しかないから、あのなくしたら終わりだから、これだけ本当に気をつけてください。さっき見せたラルドの時の本当にあの1回なくしかけて流しに落ちちゃったみたいな時があったんで、あの本当は気をつけてあ、まあそれが本当にね、全体的に、はい、思った通り使いやすいドリッパーでございました。はい、というわけでじゃあ今日のカズマックスの、コーヒーワールドでございました。気になった方はぜひぜひ概要欄から、ね、チェックしてみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。